平野紫耀日本退場し、韓国音楽活動へ。飛べ参加やファッション表紙飾るなど多方面で注目を集める。可能性拡大。近年、元キング・アンドプスの平野紫耀が注目を浴びています。その理由は、日本のジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台での音楽活動を模索しているからです。 平野紫仕様の行動が、ジャニーズ事務所との関係や日本のエンターテイメント業界における性加害問題と結びついているとされ、ファンや業界関係者の間で様々な憶測が広がっています。プロフィールと過去の活動。平野紫仕様は、キングピンス、キンプリのメンバーとしてジャニーズ事務所に所属し、グループの成功に貢献しました。 その中でも、一番、などのヒット曲での振り付けを手掛けたり、個人としても多くのファッション誌の表紙を飾るなど、多彩な才能を発揮していました。新たなスタート、戸部への参加。しかし、2021年7月に平野市要はジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立した新しいプロダクション、戸部に所属しました。 トベへの参加は彼の新たなスタートを示すものであり、ファンからも大きな期待が寄せられました。このプロダクションへの移籍により、彼は自身の音楽活動に新たな可能性を見出そうとしていることが伺えます。ファンの期待、エルジャパン、特別版の表紙。平野市要は、ファッション誌、エルジャパン、ハースト夫人が放射。 特別版の表紙を飾ることが決定し、その発表が9月28日に行われました。このニュースはファンを大いに喜ばせ、ようやくが殺到するほどの反響を呼び起こしました。彼のファッションセンスや魅力は今でも健在であることが示されています。インスタグラムのフォロワー数増加。 平野の仕様は SNS プラットフォームであるインスタグラムにおいても注目を浴びています。彼のフォロワー数は406万人を超え、その影響力は依然として強いものがあります。金プリ時代を超えて彼への関心は高まり続けています。新たな音楽活動の予兆、3人での音楽活動。 一方で、平野仕様の今後の音楽活動について、様々な噂が飛び交っています。彼は戸部に加入した際、元金プリのメンバーである神宮寺優太と、ジャニーズ事務所を退所した岸優太との3人での音楽活動の可能性が噂されました。この3人組が実現すれば、ファンにとっては待望の瞬間となるでしょう。 音楽関係者の中には、この3人組が楽曲のデビューから配信を中心とするスタイルをとる可能性があると指摘しています。音楽業界内での期待は高まり、新たな挑戦に対する興奮が広がっています。韓国での音楽活動への憶測。一方で、業界内では別の情報も広まっています。 芸能関係者によると、平野潮ら3人が韓国で音楽活動を展開する可能性があるという話が浮上しています。ジャニーズ事務所にとっては、ジャニー北川氏の性加害問題が大きな問題となっており、スポンサー企業やテレビ局が新たな契約を結ぶことに慎重になっています。このため、元ジャニーズメンバーに対する厳しい視線も向けられているのが現状です。 平野紫仕様は国際的な活動を志行してジャニーズ事務所を退所したと言えます。日本での音楽活動が困難な場合、彼にとっては海外が新たな舞台となる可能性が高いです。その際、ハイブや JY、パークが関わるジップエンターテインメントなど、韓国の大手芸能プロダクションと提携する可能性があるとも言われています。 リーハタトップのダンス動画、未来の予感特筆すべきは、平野志耀がリーハタトップのダンス動画を公開したことです。この動画は、彼のダンスと振り付けに対する情熱を再確認させるものであり、彼の新たな音楽活動に対する期待感を高めるものとなりました。 また、K-POP 界からも森ハタアープの要望が後を絶たないという噂も、平野仕様の将来における可能性を広げています。海外での新たなスタート、平野仕様の今後の活動は多くの人々の興味を引きつけています。彼の音楽活動が日本国内で制約を受ける中、海外で新たなスタートを切る可能性が高まっています。 韓国での音楽活動や海外での新しい提携によって彼はさらなる成長と活躍の場を広げていくことでしょう。ファンも今後の彼の活躍に期待を寄せています。